Amazon のセラーアカウント、登録の際にね、クレジットカードを登録するんですけど、これは本人確認及びね、振り込みの時に、まだきちんと本人がこの口座を、セラーアカウントを管理してるか、それを確認するためにね、割と頻繁に確認、Amazon の方から打診をします。その時、国際決済に慣れていない流通系、ね、例えばイオンとか、あるいはね、他の国内利用がほとんどの楽天とかね、そういうところのカードだと、Amazon からの、承認をね、否認してしまうことが多いと。そうなると、売上が受け取れない、出品もできないということになりますんでね、国際決済に慣れている都市銀行系か、カード会社自家発行のクレジットカードを用意してください。で、おすすめのカード、ね、三井住友の、ゴールドカード、これ条件達成で年会費、無料となってるんですけど、この条件というのがですね、年間100万円の利用で、翌年以降の年会費を、無料というふうになってますんでね。これは割と、簡単に達成可能な、金額なんでね、実質会費無料の、ゴールドカードということでね、おすすめです。ゴールドカードと普通カードとではトラブルの際の対応が違います。ね、どこにもそんなこと書いてありませんけど、クラシックカードでね、トラブルの際の対応ひどいですなんて当然書いてませんけど、例えば、ね、支払いの内容に納得いかないと、ね、これチャージバック、ね、支払いを止めてくださいって言った時にね、クラシックカードにはそのような、機能はありませんと言われたことがあります。で、いや、私持ってるのゴールドカードですと言ったらね、失礼しましたということでチャージバック受けてくれました。それぐらい、対応が違います。ですんでね、できれば、ゴールドカードを複数枚持ってるのが望ましいんですけど、会費もかかりますんでね、会費無料で持てるゴールドカードになりますんで、この三井住友ゴールドカード作っておいてはいかがでしょうか。また、カードの作り方とかね、作るタイミング、一度に何枚も作っていいのかね、分けた方がいいのか、キャッシングはどうするのか、そういったこともね、サポートしてますんで、カードを作る前にね、気になる会員さんはチャットワークの方でご相談ください。カードのね、発行条件見てて、この年間100万円で年会費無料になるゴールドカードというのはね、非常にお得だなと。で、ましてね、これ三井住友のね、発行してるカードなんでね、そういう、Amazon からの、認証を否認する確率も低いだろうということでね、おすすめになりますんで。カードを十分持ってない会員さんは作っておいてください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。